ちゃんのほっぺたほんと柔らかい。ふぅ、肩が凝っちゃった。座ってるばっかりは疲れるわね、どうも。なんか言った？うわ、さて、みんなお腹すかない？着いたら何か食べようか。賛成。お腹が鳴りそうになっちゃった。何がいい？湯豆腐かな。じゃあファミレスにしましょうか。兄さんも来ているしね。料理で大変なんじゃないかな。いくら疲れていてもお墓参りは欠かせないでしょうから。そうだね、二人も同じでしょ。終わった後は電源入れてたのよ。もしもし。ごめん、ちょっと用事ができちゃった。え？じゃあお昼は？お金だけ渡すから、みんなで食べて。バタバタしちゃってごめん。それじゃ、失礼するわね。しょうがないな。それじゃあ食べよっか。湯豆腐でいい？この駅前で湯豆腐を食べさせてくれる店なんてないと思いますよ。Thank you.
どうかした？誰かいた？タレント？こんな街にタレントなんて来ないと思いますよ。そうかな。たまにナイトショーとかやってるよ。タレントとは微妙に違うような。ああそうなんだ。来た来たっと。冬はこれに限るよね。千尋？千尋ちゃん？なんだ、びっくりした。本当。何やってるのかしら。ご飯が食べたいみたいだね。一緒に食べる？え？おごりですか？おごりか。広まったというか。何でもいいよ、お姉ちゃんに任せて。京介は自分で払う？とりあえず私たちはお先するね。ひろっちが買い物に付き合ってくれて。服でも買おうかと思って。電車に乗ってね。私は金欠だから見るだけだけど。うん、決まったよ。私は決まってるから。呼び出しボタンがあるって。けどサンデー連れて入って平気なの？多めに見るって店長さんが。空いてたの？お父さんからだった。京介のことなの？時間があるなら病院に来るよう伝えてくれって。そっか、通りさんのお父さんお医者さんなんだっけ？うん。
あの病院か。悪いね、わざわざ。外来がないだけだよ。ああ、そうだな。そこら辺でお茶でも飲むかい？そうか、ならここでいいか。誰が歩いているわけでもないし、京介くんに聞きたいことがあってね。マージという名前、耳にしたことはあるかな？だろうね。出回り始めているようだから、カビのように。ところで、なら通りはどうだろう。手に入れたような様子はあるかい？そうか。まあ、それはどっちでもいいんだが、そもそもマージはただのドラッグとは異なる。君はマージがどういうものか知っているのか？時間の遡行が可能になる。遡れるのだ。それ本当だよ。まあ、一般的に言う時間旅行とは少し異なるが、作ったのは私だからね。作ったというのは詐欺かな。正確には手伝っただけだ。ああ、だから私はそう信じているよ。ああ、君は気づいていたかな。この病院には精神科があること。うちで勤務する精神科医が偶然発見した物質なんだがね、彼のもとに一人の患者がやってきた。主訴はこうだ。夢の中で時間が流れてしまう。夢の中で3日が過ぎると、現実の自分の肉体にも3日が流れているというのだ。最初彼は強迫観念と診断した。だがやがてその子は死んだ。老衰。カルテを見せてもらったが、まだ19歳だった。夢の中では一晩で何年もの時間が流れていたそうなんだ。最初は信じられなかった彼も、ついには認めざるを得なくなった。
その子の中では夢で流れる時間は現実と同じだと。死体は残らなかった。風化してしまったんだ。無論極秘として隠蔽した。夢の中の時間は徐々に長くなっていったらしいのだ。最後の夜には一体何年の時間が流れたのか。そう、そして骨すら残らなかったベッドの上に一つの結晶が取り残されてね。マージはそれが元になっている。まさか、そもそも死体の一部ではないはずだが。蘇生を調べ、一から作ったんだよ。やがて試作品ができた。私が参加したのはそこからだよ。つまり自分の体を使って実験したわけだ。そしてやがて完成した。完成だ。そこが通常の時間旅行の概念と少し異なるところだ。マージの夢の中はいわば現実に縛られている。つまり夢の中で行う行動のすべてが現実に影響を及ぼすわけではないのだ。例えば君がマージの中でテロルを企てたとしよう。だが現実の君はそんなことをするはずがない。そうである場合、夢から覚めてもそれまでの日常に何ら変化はない。わからない。それが私たちの限界だった。実際もどかしいものだよ。さてここからが本題だが、マージを通りに渡してくれないか。そういう意味だが、トーリはきっと欲しがるのではないかと思うからね。マージを作ったのは私自身のためだが。